け取りをお願いいたします。今大会旗が小西隆則兵庫県議会議長に手渡されました。平成7年の阪神・淡路大震災では、水産業を含め甚大な被害が発生しました。今日に至るまで多くの被災者が共に助け合いながら復興を成し遂げ、その経験と教訓を将来にわたって伝え続ける歩みが進められていることに心から敬意を表します。現在兵庫県においては日本海と瀬戸内海でそれぞれの海域の特性に応じた多彩な漁業が営まれていると聞きます。また瀬戸内海を豊かで美しい海として次世代につないでいくため、森、川、里、海のつながりの中で多様な生態系を保全できるよう、ため池の貝掘りや海底耕運などさまざまな意義深い取り組みが進められていると聞いています。皆さんはスマナリを食べたことがありますか？私が住んでいるスマックは瀬戸内海に面していて、昭和の頃から海苔の養殖が盛んです。海とその自然のバランスが守られなければ将来スマナリはなくなってしまうかもしれません。海苔だけではなく海が私たちに届けてくれる恵みもなくなってしまうかもしれません。天皇陛下は真鯛を、皇后陛下は雉旗をお手渡しになりました。
入れるのか。